私たちは早稲田唯一の公認和太鼓サークル木垣響きです。今回の早稲田祭ではこの単独パフォーマンスの舞台が大熊行動前ステージということで、トラちゃんどうですか、この景色は。いやもう実際に外までめっちゃ緊張してたんですけど、お客さんの顔見たらもう飛んできました。もう緊張飛んでた。僕はちょっと緊張しているので、皆さん温かい目で見守っていただくのはありがたいです。そしてですね、今回の早稲田祭のキャッチコピーが夢響けということで、メンバーの夢であったこの大熊行動前ステージで皆さんの心を響かせるような演奏をしたいと思っているので、最後までお楽しみください。そして次からは私たち2年生によるライジングです。この曲は私たち初の音源曲でいろいろ苦労もしましたが、今はバッチリ仕上がっております。最後までお楽しみください。それではどうぞ。
も早稲田大学で立たせていただきます。ここにいる楽しみは2回で自慢の後輩である14代目も加えた3代で演奏するのでぜひご覧ください。はい、そして11月26日土曜日には僕の12代目の引退公演を後ろの大熊講堂で行います。皆さん受付中ですのでぜひご予約ください。大熊講堂でお待ちしています。先駆け響き大熊講堂ステージからもう終了したいと思います。ここまで私たちの演奏を見ていただきありがとうございました。